を教えていただくのはこちらです。黒蜜シロップで大学長芋。先生、これ長芋なんですか？はい、さつまいもじゃなくて長芋で合ってます。玉谷さん、大学芋は好きですか？はい、大好きです。よく母に作ってもらってました。本当ですか？思い出の味ですね。思い出の味です。大学芋といったらですね、さつまいもですが、今回は旬の長芋を使った一品をご紹介します。長芋のホクシャキ食感を楽しめる手が止まらない一品。甘すぎないので、おやつやおかず、おつまみにも、ね、活躍しますよ。長芋含めどんなレシピになっているのか気になりますので、確認していきましょう。はいはい、まずは材料です。作りやすい分量です。長芋正味 450g、 サラダ油 30g、 黒ごま大さじ1、黒蜜シロップは黒砂糖 100g と水が 25g となっています。はい、先生、本当にシンプルですね。シンプルでとても作りやすそうですよね。はい、では作っていきます。お願いします。まずですね、レンジで簡単に黒蜜シロップを作っていきますね。こちらの耐熱ボウルにですね、粉末タイプの黒砂糖を 100g 入れていきますね。そしてお水が入ります。 25g です。でこれもですね、このままで、ラップをかけずにレンジの 600W で1分10秒から20秒加熱してあげてください。こう沸いてきてね、こう吹きこぼれる感じになるので、吹きこぼれないようにね、加熱してあげてください。はい、取り出したらしっかり混ぜて砂糖を溶かしていただきます。そして、煮沸消毒した空き瓶に移して保存します。で今回使用するシロップは、大さじ3から4ですね、使っていきます。でちょっとですね、冷めるとちょっと固まってきますので、またレンジで、ね、軽くチンしていただくと、伸びて緩くなってくれますのでね。はい、事前に作っておくだけで簡単に作れるのでいいですね。はい、そうですね。そしてですね、今日の主役でもある長芋ですけれども、長芋の表面をですね、こうたわしでね、こうちょっと土汚れとかを落としていただきます。はい、で今日は皮ごと使っていきます。3、4センチの長さにまず切っていただいて、1センチの角切りにして、さっとですね、水洗いをしてぬめりを取っていただいてから、水分をね、しっかりこういうペーパーとかでですね、拭き取ったものを準備します。長芋ってこう切ったりするとぬめりも出るじゃないですか。そうですね、そういったものも取るんですか？そうなんです。水でちょっと洗っていただいて拭いていただくとね、ぬめりがね、すごくきれいにどこかにね、行ってくれるんです。揚げていくので、この水分がね、ちょっとしっかり拭き取っておくこともポイントですね。はい、そしてですね、今日も先週と同じくとても少ない油で揚げ焼きにしていきます。これ少ないを通り越して、ね、もう敷いてるだけみたいな感じですけど ね、 そうですよね。炒め物ぐらいの油になってますね。で、30g の油を熱したフライパンに長芋を加えてですね、このように中火ぐらいで 5、6分揚げ焼きにしていく感じですね。焼き目もしっかりつけるんですね。はい、ちょっとですね、こんがり焼き目がついた方がね、美味しい、香ばしさが加わって美味しいと思います。もうこれだけでも塩かけて食べたい感じ。そう、もうこれだけでもなんかハーブソルトとかかけて美味しいと思うんですけど、バターとかですね。はい、はい、でここまでいい色がついたらですね、ここにちょっと長芋から出てくる水分だったり余分な油が残ってますので、はい、ちょっとね、しっかりペーパーで拭き取ってあげてください。今日はやはりこの水分を取るっていうのが大事になってくるんですかね。すごく大事ですね。でしっかりですね、水分と油を吸っていただきましたらですね、最後に、シロップと黒ごまでね、仕上げていきたいと思います。わー、この黒蜜どんな味になるのかがまず気になりますし、長芋とね、すごく合いますよ。シロップと、そして
黒ごまですね。もうこれは大学芋の見た目になるでしょうね、うん、この材料が。鉄板ですよね。鉄板です。ごまない大学芋なんて許せませんからね。本当ですね、はい、これで全体をしっかりね絡めていただいたら、はい、出来上がりになります。美味しそう。香りも立ってきました、はい、すっかり大学芋のように見えますが、うん、大学見えてきましたね。